はい、どうもゼロゲンです。今回も夢を見る島続きをやっていきたいと思います。次のダンジョンですね、ナマズの大口、はい、こちらの方を今回は攻略していきたいと思います。いきましょう。はい、ナマズの大口、これはまたちょっと待ってね、座る位置をまた今回も、あー痛い、ちょっと、あーちょっと、よし、ほい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 、あーこれ無理じゃない？あー無理。ということはここのダンジョンで手に入るのはフックショットですねこれはおそらくフックショットですね。なるほど、ついにフックショット的なのが手に入るんやな。フックショットか、フックショットか。夢を見る島にあったんだっけな、あんま覚えてないんだよな。こういうことね、はい、あー、はい、よし、うわピロピロ、そう、こういう宝箱がないときにピロピロってなるのは全然いいんだけど、骸骨いっぱいいるな、おい、おお、え、ん、あ、これなんか動かす方向があったのかな。全滅パターンじゃなかったか。あ、え、これはなんだ、なるほど、なるほど、なるほど、あの形と同じように切れってことか。え、じゃあこうか、あっ削ったな今、あ、違うな、あれ何マス33、はあ？はあ？まあもうそれでいいんかよ、もうなんだよ、中央に集めればいいの？はあ、もうなあ、10分ぐらいずっと悩んでたよ。そんなヒントないやん、中央に集めればよかったんか。この形にするって絶対思ってた。あー戻ってるしもうそういうことかよ、もうめんどくさー、もうめっちゃ悩んでたわー。もういいや、もうなんかいろいろよくわかんないことをずっとやってたもんね。でこれ使ったら確かダンジョンの入り口に戻るんだよね。いやーもうほんと10分間ぐらいずっと悩んでたわ。まあさすがに動画の方ではカットしてると思うんですけどね。いやーちょっとゼルダの方が過ぎたな、逆に。中央に集めるパターンか、
で、左の方になんかある。わあ、びっくりしたんごよ。はい。これもこれは全滅パターンかな。ああ、ちょっともう。これすごくな。はい。あ、ちょっぱい。お。お？いけ。倒せねえんだよな。お。よし。あいつは一緒あそこで回り続ける。くちばし今んとこ出てないけど。おお、弓矢がここにあるということは犬家ということでしょうか。はい、そうじゃない。あれ、そうじゃないの。あ、でもここなんもないのか。ん？しまった。しまったけど。こっちでいいのかな。いいとこ絶対当たるぜ。うん、絶対当たるよねこれ。押すわけじゃないのか。なんか いけねえところが多いな。あー、ちょ。じゃあここか。あっと、危ない。そっちしかないな。ほいほい、くちばし。よし。剣で倒せぬ骸骨剣士、崩れたところを爆破すべし。爆弾がいるのか。爆弾ね。あ、これさっきのマークじゃん。おい、でかい。何ですか。これが爆破するってとこ。どこを爆破せるの。お、いた。あれ、ここっていうわけじゃないのか。あ、こういうことか。いつもの骸骨を倒す時のパターンやな。範囲広いな。おい、こうだ。頭がいい。
はい、すいません、今ねちょっとねカットが入ったと思いますけども、あのいつの間にかマイクがね切れててね、多分自分の声が入ってなかったと思います。ちょっとどこから入ってなかったのかが、ちょっと今の段階ではわからないんですけども、いやーマジかよ、いつから聞こえてなかったんだろう、結構喋ってたんだけど、まあいいや、ちょっと気を取り直して再開していきます。なんかいろいろリズム狂ったな、今日なんかいろいろ起こるなこれはあれだな、いけないな、これはいけない感じですね。じゃあしょうがないねいやーもうスタッフィーみたいのがいるんだよこれ。おちょこちょいでドジーナスタッフィー、ひでえ歌だよな今考えたら。あそこは行ったけど、おーなんか投げてきた、ほらちょ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 、ほら、あれもフックショットやな。おーこれで上の方行けるのか、上の方行けるけど、こっちも行けねえ、行けねえ場所が多すぎる。あれもフックショットでしょ、じゃあ結局こっち行くしかないね。オッケー、あこれあれか、さっきここしかなんか色がついてなかったから、あれ1人目ってことか、つまりここ3人目が出てくるってことやな、3人目が3回目なのか分かんないけど、そういうことか。じゃあ一番最初にいたあそこはあれか、4回目、つまりラストに出てくるってことかな。ああなるほど、この辺全部取れないんだよねフックショットがないと。これでこうだ、ほい、あこれ2人目だ、2回目か。ゲーム見つかっちまった、しつこいやろうだぜ、あぶね、よし、ほい、ほい、よし、ほら、あ、ほら、よし、オッケー、楽勝、チェクションかなわねえ。でこれで上のさっきの、3つ目の、あ間違えた、部屋に行けば OK かな、いて背中が熱い、痛い、何すんの、痛い、何すんの、この上だよね、ほら、よし3回目、見つかっちまった。はい。お。よし。はい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 。爆弾大活躍やな。おい、あれー、おいー、あぶね、おいし、おいし、これで終わりでしょう、オッケー、お前タフやな、
ものすごいタフやね。で、ん？あ、ここだ。ここ。で、ここに戻ればいいんでしょ？どけ、どけ、よし。これラストやろ。え？お、なんか今までと違う攻撃してきた。よし。よし。あ、意外と爆弾ない。大丈夫かな。よし。オッケー。終わりだろ、さすがに。よし。あー、フックショットだ。イエーイ。フックショット、私の大好きフックショット。フックショットすごい人気よね。うん、多分ゼルダシリーズの中でもフックショットってめっちゃ人気ですわ。トアプリのあの、なんだっけ、ダブルクラッチクローダブルクローもなんか見た目がズゴックみたいになるから好きだったけど、あれトアプリだったっけ。スカイウォードじゃないな、確かトアプリだったと思うけど、あの雲の上みたいなところで撮った、あ、トアプリだったかな。あ、やばい、おい、トアプリとスカイウォードがちょっとごちゃになってる。あ、間違えた、ボタン間違えた。はい、おお、お、100ルピーかな。いいね。あ、これもいけるか。じゃあ、いやー、ちょっと今回いろいろと編集がめんどくさいな。途中で音声も入ってなかったし、ちょっと多分最初の方の謎解きも多分カットしてると思うし、お前この野郎、これも、おお、気持ちいいね。あ、よっせイタチが。で、これも、これ使えば、クラワードに行けるんちゃうの。そうだね。ほい。おう。お、小さな鍵。な、ギョギョしいところに置いてあるな。おや。ほい。あ、これさ。あ、やっぱり。あ、その辺は一緒なんだな。あれ、夢を見る島から あの敵いたんだっけ。それを覚えてないんだよな。イエーイ、気持ちいい。フックショット気持ちいいんだよな。これはもうこっちから行くしかないのか。ああ、これはダメだ。おお、なんじゃ、クモンジュ。なんですか。おら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 、おら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 、よし。おわあ、なんだ。ああ、まだ。あ、これ斜めとかにも打てる。あ、まだまだまだっすか。よし、おいほーい。よし、オッケー。中ボスか。中ボス多いな。妖精さん置いてってくれるのはすげえ嬉しい。
割とダメージがやべえんだ。これ一応開けとかないとわかんのかな。ああ、また回り道しないと。これで中ボス復活してたら超面白かったけど、いや面白くないわ。あ、これ上にフックショット打ってるんちゃうの。おお、やっぱりね、そういうことや。いいね、いいね。はあ、鍵がない、鍵がない。あ、鍵がないからあかんやつや。あ、今のとこ、これどこ。あ、これボス部屋のところか。つまりこれ一回入り口戻った方がいいかな。危ない危ない危ない。あ、こっちへ、こっち、こっち行けるね。あー、もうなんだお前。よし、ほい、50ルピー。お金かい、金かよ。よし、小さな鍵。50ルピー、ルピーばっかしやなこれ。あとはここだな。あれ、ここってどっから行くんだったかな。これ、いや、これはここだもんな。あー、これがこうならこれか。あ、いや、これここじゃなかったっけ。あここどうやって行った。あ、ここか、ここだっけ。これか、これだったかな。ここだったような気もするけど。あ、ここだ。ほい、よし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 、思い出してよかった。これ何ですか。あ、ボス鍵だ。あー、よかった、思い出してよかった。そうか、そういうパターンもあるね。で、多分ここ行ってここ開けてこっちにフックショットしたらボスのとこ行くんだよね。だからまずこれ、この辺だね。この辺をちょっと埋めちまいましょう。いた、あー、びっくりした、踏んだ。よし、あー、ぶぶぶぶ、あぶぶ、あぶぶ、あぶぶ、ほら、力がみなぎる。ハートが欲しい。ハートを磨くっきゃない。痛い。なんだかのお金も貯まってきたな。うわ、スタッフィーがいっぱい。いやー、もうお前紛れてんじゃねえぞ。4つのろうそくが交わるところ深く、え、潜るべし。4つのろうそく交わるところ深く潜るべし。ん、何のこと、何のこと言ってるんだ。お前来んじゃねえ、いてえ。あ、さっきのここのこと言ってたの。遅いよ遅い遅い。よし、これで全部いったかな。オッケー、よっしゃー、ボス倒しましょう。いや、今回長いな。ちょっともしかしたら2つに分かれてるかもしれない、動画。
おめえか、風の魚を起こしに来たよそもんは。キシシシシ、くっちゃる。くっちゃる誰あっ。なに？なに？どうなった？なんかいる。え？うわー、キモい。フッカー。ちょっとかわいい名前。なに？これなに？な、あ、おわー、危ねえ。うわー。なんなの？あ、なるほど。あ、そういうこと。引っ張り出す。引っ張りハンティングや。いって。こう真ん中の避けながらか。多分正面からしかダメだな。で、あいつの口が開いたところにフックショット打ち込まないかんから。よし。こうだ。こうだ。ほら。よし。あれ、なんか目がおかしくなった、はい、うわ、キモい！キモい！キモい！あ、爆発した。あ、死んだ。あ、でも元気になる薬のおかげで大丈夫。あ、さっきの偽物か、つまり。あ、そういうのもあるのか。お、しえー、悔しい。おめえまだこの島がどんなとこか分かってねえな。お人よしのやつ、キッシッシー。え？よう喋るな、ここのボス。今まで全然喋らなかったのに。よし。そうか、今回の妖精勝手にやってくれるわけじゃないんだよね。使わなくちゃいけないんだよね、赤い薬みたいに。まあいいや。お、鉄筋、嵐のマリンバ、かっこいい。なんかきれいな音。神殿に島の秘密がある。あ、出てきた。神殿なんぞ。あ、どこだろう。まあ開いてない、この辺怪しいけどね。まあただフックショット手に入れたんで、もう一気にいろいろと行けるところが広がったと思うんでね。ここももうこれでフックショットできるしね。うん。なるほど。あと楽器は3つですね。はい。まあそんな感じかな。はい。あ、そうか。今回鍵が必要じゃなかったのか。そういうことか。うん。まあそんな感じですな。はい。というわけで、今回は一旦ここで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。